プレーオフ圏内の6位と勝ち点1差、連勝で再浮上を目指す7位アビスパ福岡。対するはここ8試合勝利がない17位水戸ホーリーホック。レベル5スタジアムでの一戦です。試合は前節北九州とのダービーマッチを制した福岡が開始からその勢いで仕掛けます。6分、パクゴンが遠目からファーストシュートを放っていくと、10分には中原シュートから酒井則義、序盤から水戸ゴールを脅かします。福岡の勢いに押されリズムを作れない水戸は15分、船谷のクロスに吉田真希人、ファーストチャンスでゴールネットを揺らしますが、これはオフサイドの判定でノーゴール、先制とはなりません。やりとさせられた福岡でしたが、20分、パクゴンのクロスに酒井、勢いのあるヘッドを放ちますが水戸の守護神本間に阻まれます。少ないチャンスから福岡ゴールに迫る水戸、38分、田中雄大のクロスに吉田、しかし福岡の守護神神山もゴールを割らせず、前半はスコアレスで折り返します。ここ4試合無得点とゴールが遠い水戸、50分、コーナーキックに吉田、ここも神山に弾かれますが、迎えた59分、三島航平の競ったボールに反応したのは山村勇輝。怪我から6ヶ月、復帰戦で今シーズン初ゴールはチームにとって5試合ぶりの得点、水戸が先制します。リードを許した福岡は63分、酒井が左足を振り抜くも本場の正面、73分、福岡はフリーキックを途中出場の森村、しかし水戸の牙城を崩せず試合は1対0、福岡は連勝ならず、一方長いトンネルを抜けた水戸は9試合ぶりの勝利です。